まあ、完全に個人的な主観ですけど、うんうん、分かった、あなたのことが分かってないからピンク好きだよねやばい、いや、分かる分かる、ちょっと死んでない、確かに死んでません、うん、死んでませんでした、はい、でもやっぱりあ、でもね、これ本当これね、傷がついてなかったらもうちょっといいとよ、これだってこれ傷だらけでしょ、かなり傷ね、うん、だけど、一応成功ということに、はいはい、でもね、成功もどうかしたら逆輸入バージョンもありますからね、そうなんですか、うん、だけどちょっと、いや成功やけんあれとは言い切れん部分もあるんですけどね、うん、成功ってそんな意味ねえかっていうあんま意識なかったですけど、ほんといや、なんか成功ってなんか安いイメージが、成功っていう時計は大したことないとか言ってますよ、いや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 主観です、主観です、いや、だって一応ね、はい、オリンピックの時に、はい、公式時計になった時計っていうのはやっぱりいい時計のメーカーと思いません？ああ、無成功も静も成功も静もなったかな、成功静か、あ、そうですね、うん、で時計はそうですよね、うんうん、確かに、あ、やめることそうですね、だって昔はそのコンピューターで全部計算してどうのじゃなくって時計が一つの大事なケーキだったとするでしょ、でも成功、正確であることってものすごく大事だと思うんでしょ、その成功の良さを知らない僕の世代は、あのね、いや、てか私だってそんな古いんやけど、あのね、確かね、昭和47年、はい、カローラがね、45万だったらしいんですよ、普通、平均初任給ね、あの月給が大体4万っていう時代が45万、ね、うん、カローラがね、あ、うん、ね、カップヌードルは100円、ね、まあ、今もあんまり変わらないかな、カップヌードル、ね、っていう時に成功のクォーツはさ、いくらだったでしょう、1000円、はい昭和47年、カップヌードルは今と変わらず大体100円、ね、で、ダイソーの初任給が4万円、はい、でその時にカローラが45万さあ成功のクォーツはいくらだったでしょう、1万円わざわざさこんな貯めて問題言おうってことはさそういう答えやったら言わんやろ空気読めよあえて言ってみました、あえて1万円って言うの、え、1万円ぐらいじゃないですか、いやでもさ、わざわざ問題にしたってことがさ、いくらにとても10万円、え、10万円一番最初の出始めですからね、OK ですよ、うん、出始め47万だったんですよ、車より高いんですか、わかりましただから成功なんですよ、だから成功が安いなんて言わないでみたいなそう、だから技術開発のともに安くはなってたんですよ、でもほら最初は、うん、時計より高、あ、車より高かったんですよ、そんだけ腕時計を作るっていうこと自体が、そのクォーツっていうのは電池で動くっていうのはその時は画期的だったんですよ、うん、機械式時計の良さっていうのもまたね、それはもう別物で別格であるから、クォーツがやっぱ中途半端なね存在にはなりつつありますけど、はいはいはい、そういう、こう、まあ、時代の流れですけど、それが初めて画期的にできた時、車より高かったんですよ、勉強になりました、うん、っていうことで、あのイタリア海軍が使ったとか、なんとかとかだったら、一番その時のその国の一番最高の制度って言いましょう、今は当たり前のように時計、あの電波時計とかで必ずその時間があって、はいはい、っていうのも安いのになってしまってますけど、でもそれくらい、どうしよう、でもね、今はほら、それこそ何、電車に乗れない人ってもうめったりいないけど、昔明治時代とかだったらその汽車に乗れる人とかだったらもうすっごいお金持ちだったりするじゃないですか、だから私たちもまだちっちゃい時とかでもその飛行機でその海外旅行行くとかだったらすごいことでしたもんね、でも今は、ね、誰でも近いし安いしみたいなのもあるでしょ、で、ね、まあどん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 こう価値は変わっていくわけですよ、だから成功の時計とかそんな高いもんなんですかっていう時代になるわけよね、うん、そう、私も47年とかでまだ私も小学生の1年生とか2年生ですから、私は41年生まれですからね、6歳ですからまだそんな実感はしてませんけど、後からそういう資料を見るとへーって感じですよ、私も、私もだけ
時計がいかにそういうものなのかっていう、うん、だからそれをつけてるってことはやっぱりそのいわゆるまあちょっとステータスじゃないですけど、はいはい、高級品だったんですよ。確か電池代の方が言われようようなものになってきてますけどね。当たり前の時代だったんですよ、ね、はい、相棒として使うかドレスウォッチとして使うか二極化してるってことでしょうね、はい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 、でその中途半端なのが無名なやつがダメスタリッドいやそっちオメガって多分メーカーの都会時計ね、一応、はい、高級路線の時計の中では多分一番親しみがある時計なのね。あ、そうなんですか。うん、メスさん必ずオメガって言われますもんね。なんか一番高いイメージもあるんですよ、ね、一番全然違うんですか、うんうん、長…長くないいやだって何だかんだ言いながらあれはですね、あの結局ロマンチックなんですよ。だから例えばアポロってほら日本あのせ地球の、ね、はい、あれが初めて人類が初めて月面に着陸した時の、はいはい、その宇宙飛行士の腕にオメガだったりとか、あ、うん、そんなんですか。それがあるんですよ。そんなんでなんか結構その人類のだってそんな初めての宇宙のあれに行く時に腕にオメガって言ったらなんかすごくないですか。たまたまじゃない、たまたまじゃない。007、はいはい、うん、あのスパイのあれの何も必ずあのその腕にはオメガでしたから。スパイに使われたり、はいはいはい、だけどアメリカのね、はいはい、あのかなり洗脳されてるみんなオメガっていうのはなんでかんだよって。ああでもそれはですね、そういうイメージから入るんですよね。日本じゃやっぱでもそうですね、うん、アメリカから来るってオメガって言うんですよね。そう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 、いやでもあのなぜそういう大事な場面で使われてた得意ですから、それは絶対あるでしょ。うん、メーカーとしても一級品だよ。一級品ですよ、もちろん。ただ現実味を帯びてるメーカーかもしれない、はっきり言って。だってオメガ人ってうわいや見たことないですもん。それは全然だってもう本当に普通に白い T シャツにブルージーンズでオメガで全然問題ないですもん、うん、っていうのと全然闇じゃないと。本当にみんな口を揃えたようにオメガっていうから、本当オメガってすごいなって逆に再認識してますね。いやオメガのレックスぐらいですよね。じゃあタグホイヤーは知らない。知らないです。タグホイヤー初めて聞いた。タグホイヤーはこれですよ。これアイルトンセナご存知ないですか。あーいやセナはもちろん、セナはもちろん、うん、アイルトンセナの腕にはタグホイヤー。へー、アルトンセナがあの、はい、本当にまだサーキットを走ってた頃よく売れてましたよ。だからあのあれでしたか、イメージだと。というわけこの辺ですよ、この辺ですよ、この辺ですよ。オメガのそういう、 こう色がついてる。もうちょっと私たちも本当にもうちょっと前ですけどね、うん、で例えばちょっと変わって変わりだねと、うん、でこれがそれこそスピードマスターの手巻きです。手巻きじゃないと意味がありませんからね、オメガは。おまけはあの自動巻きじゃなくて手、ま、あのオメガは手巻きです。手巻きを持ってらっしゃる人はツルです。実は。いや、持てないよ。でも10万ちょっとだし、そんなにこの値段ですよ。この値段ですよ。だからまあ。その製品を理解してる。というかまあ、あの理解職も何も、あの信用の受けるところで買われて、あとアフターとかなんかも見てくれるようなところで買っとかれたらいいんですよ、普通のユーザーはね。そうですね。でもまあ普通一般的にはロレックス、はいはい、オメガ、タグホイヤー、これ御三家ですね。一応その普通の一般的にもっと思考の時計はそれもいろいろありますよ。まだあるんですね。まだあります。それ言ってる時点でもうまずミーハーですもん。何もしないねって感じです。時計通貨言わせたらよ。うん、でもそれはもう一般的にはそれでいいんです。みんなそれでオメガって言うから言いますよね。そう、で、ホイヤを知らない子供たち。よし、うん、いや、聞いてみて、あるだけかもしれない。かもしれないあ、いらっしゃいませ。あ、そんなない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 。もうあくまでもうちの、OK、だって別に何もいいよね、うん、とかですね。だって商品映ってないし、うん、あ、分からん。ちょっといっぺん見てほしい。大丈夫、もう知っても大丈夫。だって個人用どうのこうのかも何もない。
でもさっきの話もそうだった。JR 福岡ゆかり線春町駅より徒歩1分。